どうも、辰巳です。というわけでね、私、まあ、諸事情ありまして、禁食中でございます。感染性の胃腸炎ということで、3日間ご飯は食べるなっていう、まあ今、地獄の試練の真っ只中でございまして、でも今日はね、最終日なんですよ。3日目。ということで私ね、3日間ね、マジで何も食べておりません。まあ、食べて、いないと言ってもね、摂取してるものはあって、まあ、ポカリセットであったりとか、まあ、ウィダインゼリーであったりとか、まあ、具なしの味噌汁っていう、まあ、要は液体です。まあね、体調はね、だいぶ良くなってきたんですよ。まあ、胃腸炎になって体調良くなってきたんですけども、まあ、昨日ね、2日目に、まあ、ちょっとね、油断して、まあ、具ありの味噌汁。で、具ありっつっても、白菜が入ってるだけよ。白菜が入ってるだけの味噌汁を食べたのに、それですごいお腹が痛くなるっていう。そんな優しいものでお腹痛くなる？って俺思ったんだけど、やっぱね、お医者さんが言ってることね、本当みたいで、3日間は何も食べない方がいいと。まあ食べたらウイルスが元気になっちゃうから、ウイルスがいなくなるまではそれで行こうっていう感じみたいですね。というわけでね、私の中でのご褒美、こちらでございます。ドン！お味噌汁、まあ当然具はダメなんですけども、これ具がついてるんでね、まあ味噌だけにしたいと思うんですけども、やっぱりね、ポカリセットとか、ウィダインゼリーとかそういうね、液体ばっか、まあ飲んでる中だと、こういうね、しょっぱいスープがもうむちゃくちゃ美味しく感じるの。だからね、今日はね、もうほんとしょうもないし、もう見なくていいんだよ。ほんと見なくていいじゃん。ほんとね、こんな押し付けがましい。僕がね、この具なし味噌汁をどんなに美味しく食べてるか、いや、飲んでいるか。っていうのを、ちょっとね、皆さんに見ていただきたいと思って、早速ね、今日はね、これを作っていきたいと思います。まあ、作るっつっても、お湯を入れるだけ。はーい。なんて地味な絵。ちょっと箸持ってきたけど、これ、ほんと、混ぜるためだけのもので、具がないんだよね。うめぇ。うますぎて咳込んじゃった。これ、伝わるかな？こんだけ禁食してると、この味噌汁すごく美味しく感じて、多分ね、他のもの食べても敏感にね、舌が反応すると思う。本当に美味しく感じる。この味噌の香りとしじみの香り、上品な和風だし、完璧です。何もいりません。いるけどね、俺は具が食いたい。でも具食うとお腹痛くなっちゃうんだよな。ひとまず、禁食生活は今日で終わりでございます。よかった、ひとまず安心。ひとまずね、3日間終えてから食えるものをね、ちょっとね、今これこの禁食の案内があるんで、それを見ていきたいと思います。禁食期間が過ぎたら、食べれるもの、お湯、豆腐、野菜スープ、すりおろしたリンゴ、おかゆ、柔らかく煮たうどんなど。いや、病人じゃねえかよ。いや、たまらん。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。